神経発生学分野です。えっと研究室です。私たちの研究室では、私たちの思考の座である脳がどのようにできてくるかとそのメカニズムについて研究を行っております。えっと脳は、まこの図で見るように非常に整然としたあの細胞の並びができているんですけれども、これ皮質と言います。この皮質がどのようにできてくるかに私たちは興味を持っています。皮質の形成のメカニズムは大きく4つに分けることができます。 まず最初に幹細胞からさまざまな種類のニューロンやグリア細胞が誕生しますで。これは分裂層で起こりますが、誕生したニューロンは移動して、必須の特定の層まで向かいます。でそこで、樹状突起と軸索という2種類の突起を伸ばして、特異的な相手とシナプス結合をすることで、神経回路を形成します。私たちの研究室では、特にこの後半の細胞移動から突起形成、神経回路形成に至るまでのメカニズムに焦点を絞っております。 で脳の研究の難しいところは、脳というのは数百億個の細胞、あるいは千億に達する細胞が非常に複雑な神経ネットワークを作っているので、しかも組織としては大きい組織ですので、その奥の方で起こっている現象というのを、この不透明な組織を通して観察することも、操作することもなかなか難しいという難点があります。そこで私たちは、この 興味のある現象の一部を取り出して培養皿上で再構成してあげましてそれを高速高解像の顕微鏡で観察するというアプローチを取っておりますこれまでに例えばニューロン誕生の瞬間であったりとか移動しているニューロンの細胞骨格の動態あるいは突起形成中のオルガネラの運搬などを観察することに成功しております 研究の一つの柱は脳形成過程におきます。ニューロンの移動のメカニズムです。ニューロンは移動してこの必須形成を行っていきますので、それが破綻しますと重篤な脳危機を伴います。精神神経疾患の原因となります。こちらの下は私たちの研究室で撮影しました。必須形成過程におけるニューロンの移動の様子です。細胞が移動するというのは大きなこの核が移動するということなんです。けれども、こうした病気の原因。電子の追跡などからどのような分子が関わるかについては。 明らかになっているんですけれども一体そうした分子がどういうふうに力を発生するかということについてはまだ明らかになっていない点が多く残っています。 研究の一例を紹介しますと大学院生のクレック君はこの CSU コンフォーカルという顕微鏡を用いましてこの移動中のニューロンの核の様子をつぶさに観察することで移動しながら核は実は回転しているという新しいダイナミクスを発見しそれをリードアウトとしまして力の発生のメカニズムを明らかにしましたその彼の論文は最近雑誌に紹介されていますこのように核の動体から力を推定するというアプローチ 以外にも実際に細胞が発生している力というのを可視化するという新しい手法の開発なども取りり組んでおりますで研究のもう一つの柱は多様なニューロンの突起パターーンンがいかかに決定されるかですニューロンは軸索と樹状突起と呼ばれる2種類の突起がシナプス結合して回路を形成しますが特にこの受け手の樹状突起は細胞の種類によって非常に多様なパターンを示します。 これはプルキン細胞と呼ばれるこの平らな樹状突起を作る細胞なんですけれども1つの遺伝子を破壊しますとこのパターンが大きく乱れることが分かります。で私たちはその他の研究室からこのパターンというのは大まかな設計図が遺伝子で決まり細胞外環境の微調整を受けて決定していくというメカニズムが明らかになりつつつあります。で 大学院生の川端さんはこの自助突起形成に関わる分子メカニズムを追跡する過程でアクチンの,です、ね、あの重合の抑制に関わる分子が破綻しますと突起が不安定化しまして自助突起のパターンが貧弱になるという一連のメカニズムを明らかにして今、論文を書いているところです。 でこのように私たちの研究室ではマウス脳の皮質形成過程におけるニューロン分解移動細胞形態形成などのダイナミクスメカニズムをイメージングを中心とした新しい細胞生物学の方法で研究するしておりますで、えー、と建物なんですけれどもこの、えー、時計台のある本部庁舎のあじゃあ本部キャンパスの一番端っこ100万遍の角にある31番という建物次の鈴木先生と同じ建物にあります でえー、大体2時、3時、4時をめどに説明を会をしら開きたいと思いますので、興味のある方はいらしてください。以上です